物の救出作戦が行われたヤガモは、今日半月ぶりに上野の忍ばずの池で無事保護され、動物病院で矢を引き抜くなどの治療を受けました。昨日山形県の最上川で首に矢のような棒が刺さった白鳥が見つかりましたが、今日同じように棒が刺さった2羽の白鳥が新たに見つかりました。去年の10月、足込みボートでハワイから沖縄までの単独横断に挑戦していた堀江謙一さんの元気な姿が太平洋上で確認されました。こんばんは。こんばんは。金曜